改めましてこんにちは。令和4年1月21日初公募でございます。今日は行基菩薩様というお話、そこから私のもう原点となってきた出来事についてのお話をしようかなと思っております。名古屋の境中日文化センターと岐阜の岐阜中日文化センターでこの1月の授業、奈良の仏教、いわゆる仏教の夜明けというようなタイトルで授業しているんですけども、そのどちらでも行基菩薩についてのお話をさせていただきました。昨年末からこの行基菩薩について改めて勉強してるんですけれども、もうね、なんていうんですかね、勉強している最中に、あ、すごい、これは1月にお話しするのに本当に向いたお話だなと思ってたんです。やればやるほどなんか深いものを感じるようになってきた。この行基菩薩、今日はね、ちょっとだけカンペラ使わせていただきますけれどもね、この行基菩薩というのは日本最初の大僧侶なんですね。生まれられたのは天智天皇の頃なんですけれども、皆さん奈良のですね、近鉄の駅前に行きますとね、行基菩薩像が立ってるのご存知ですか？あそこはね、結構皆が集まる場所なんですけど、その行基様がどこを向いているのか、これがですね、実は大きな問題なんです。行基様というと一般的には日本中でお寺を作られている、よく600とも、1000とも言われておりますけれども、一方では日本最初の大僧侶になられた方、この方のお話簡単にちょっとさせていきますね。詳しくは本当は中日文化センターなんかの授業を取っていただけるとまたどこかでお話ししますけれどもね、15歳の時に、大きなお寺で出家をさ、得度出家をされた。まだこの頃は沙弥でしてね、戒名は法行というふうに言われたんですけれども、その後持統天皇5年と言います、西暦で言いますと691年、この時に受戒、正式なお坊さんとなったわけですよ。ここで戒名を行基と名付けるんですけど、ここから飛鳥寺、いわゆる日本にあります仏像の中で一番古い仏像がありますよね、大仏がありますけれども、飛鳥大仏のところの飛鳥寺で道生という方について勉強されました。道生というのはどういうことか、この方また面白い人でしてね、発想宗のこう外も日本発想宗のそうですけどね、唐に渡って三蔵法師の玄奘三蔵について、そして玄奘さんがね、自分の部屋で一瞬寝起きしたというぐらい可愛がられた人で、ところがこの人ね、勉強というよりもこの行坊の方をしっかりやりなさいということで玄奘さんにやられた。でその方が日本に帰ってきて飛鳥寺、あの辺りに住み着かれて、そしてそこで行基菩薩が勉強された。つまり行基様は玄奘三蔵、あの三蔵法師の孫弟子ということなんですね。発想の教えと、岩行有識というんですけど、これを非常に強く受け継がれた方です。その後よく薬師寺などでも修行されたと言われてますけれども、ところが彼はですね、43歳に至るまでもうお母さんと共に住んで修行に明け暮れたというんですよ。でお母さんが43歳、数えの43歳で亡くなりまして、その後3年間喪に服した。もう山の中にこもってたんですよね。でところが46歳になったら突然と社会に出て活動し始める。知識結衣というものを結びつけた。この知識結衣って一体何なのかって言いますと、血縁で作られたってことじゃないです。当時のお寺というのは氏寺と言いましてね、例えば蘇我氏が作ったとか物の部氏が作りましたよとか、天皇様が命令で作られましたよとか、政府の命令で大きなものを作りましたよとか、その当時の有力士族や天皇様をはじめこう国家として作る、これがお寺の基本だったんですね。ところが仏法によって集まった人々によってこうお寺を作っていった、こういう方なんですよ。
そういう意味ではこの高家寺もその知識、別にね血縁で集まったわけじゃありませんから、ご縁がある方々が集まって一緒になって作っていくお寺でもありますけどね、そういう意味では知識寺と言ってもいいのかもしれませんが、このすごいですね、行基様何やられたかというと、物をもらうお布施をいただいた。そしたらそれをですね、布施屋という場所を作って、そこで貧しい方々に与えるんですね。でもね、今の社会福祉見ていくと一方的に与えるでしょ、そうじゃないんですよ。来られた方々に技術を与え、土木とか、まあ、大工も含めてなんでしょうけどね、そういう技術を伝え、その方々が共に一緒に働いていって、だん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 と集団が大きくなった。まあ、時代だ、今の時代ではなかなか難しいかもしれませんが、当時としてはそれができたんですね。そうすると、行基様の、周りに知識有の方々がどん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 集まってきて、1000人ぐらいの人が集まってたっていうんですよ。すごいですね。当時、人口を考えると300万か500万ぐらいじゃないかなとも言われていますが、その時にもう1000人ぐらいの人が集まるんですね。でところが、まあ、その内容で、社会事業を行い、治水を行い、道路を作り、橋を架け、そして貧民救済をし、またどんどん広がっていく。まあ、良いサイクルになってたんです。ところが、元正天皇様が徹底的に批判するんです。皇統りどこかで聞いたことありませんか。あるお寺によってはですね、元正天皇発願行基菩薩が開基されたってお寺もあります。でもこれはですね、私もっと尊いことが心の中に隠されていると思うんですよ。何かというと、元正様の時代に行基菩薩と同じような知識有の方々が、地域の知識有の方々が集まって作ったお寺、そういう意味では誰かがはい作れって言って上位下達じゃなくて、もう民衆の力によって物事が出来上がってきたということですから、私はね、こういうお寺こそ本当はとても大事なんじゃないのかな。私もね、このお寺、これ知識のような状態でやりたいなとは思ってるんですけれどもね、まあ、そうやって人が集まって行基菩薩は活動していったんですよ。でもうこれがね50歳ぐらいの時なんですけれども、そうしましてもう約十数年やりましたらね、また再びなんか怪しいこと言ってやってる集団がおるっていうことでやってるんです。でも日本各地で、まあ、日本各地というか、まあ、機内の中で一生懸命そういう社会活動をしていきながら、別に政府の批判をしたわけではなかったんですね。そこで政府も考え直すんですね。まあ、特に聖武天皇、仏法にすごく帰依された方ですから、考え直されて弾圧をやめるんですよ、その行基さんたちに対する。そして河内の国の狭山池を、もうそのあなたたちの持っている技術とか動員力でなんとかならないかっていうことで、行基様はその話を受けてそれを完成させるんですね。まあ、ここから面白いことがいろいろ起きていって、菩提僭那、これインド人僧と言われています。それから仏哲ベトナム僧、彼らが、まあ、それから最澄様のお師匠さんの行氷様のお師匠さんでもありますこの道仙さんが、ちょうどその頃日本にやってきた時にですね、こうわざわざ迎えに行って太宰府まで行ったって言うんですよ。その時の行基様69歳で、そしてまた行基大徳という大徳という名前を天皇様からいただいた。でその後、天皇様とお会いになられて、大仏を作ろうと、まあ、最初は今の東大寺の場所じゃなくて信楽というところで作ろうとするんですけど、それができずに東大寺の方で作り上げていく。またこの東大寺の大仏についてはまた別してどこかでお話しできればなと思うんですけれども、そしてこれが74歳の時でしょうかね、聖武天皇と国境というところでお会いになられて東大寺の肝心をやっていく。今の時代じゃないんですよ。今の75、6って案外若いですよね、皆さんね。でもその当時です、奈良時代なんですよ。どんなんだろう。そこから新たな授業をされていく。結果的には行基菩薩は奈良の東大寺が完成する前に亡くなられてしまいます。でもその思いを受けた人たちが大仏を作っていく。すなわちね、あの大仏というのは天皇が無理やり作らせたものじゃないんですよ。知識ゆい、もう本当に法の縁によって集まった人たちが皆の力を合わせて作り上げた大仏だから、
誰かが勝手に作ったボンと作った仏像ではない。そういう意味ではあの東大寺の大仏って本当に大事なんですけれども、まあこれはこっちに今日は置いときましてね。この行基様が70代にして新たなことをやられた。あってね、私思い出すことがあったんですよ。これ一体何なのかと言いますと、私がまだ学生の時に坂井新天先生、当時79歳の先生がおられました。私あの大学の4回生でしてね、実はもうね単位全部取ってたんですね。ほとんどの単位を取って、あと証明も取ってたかな、何か1個か2個だけ残ってたんですけども、これはもうほとんどお坊さんとしてのその単位が残っていただけで、まあ何も出なくてよかったんです。そうしましたらね、私の師匠松永祐慶先生ですね、実は松永祐慶先生は坂井新天先生の学問の初めてのお弟子さんなんですね。まあそういうこともありまして、あの坂井先生79でもこれが最後の授業だからということで、授業出ときなさいっていうふうになったんですね。でその授業は本来は先生が一方的に本を読んで、まあ内容を説明していくっていう授業だったんですけれども、最初はね30人ぐらいあったんですよ。あ、結構みんな通るんだな。2回目になったら10人、3回目になったら3人、4回目になったら私1人になりましたね。で結果的に何になったかというと、ゼミのような、いわゆるもう毎日毎日勉強していってやっていかないとやっていけないぐらいの大変なレベルの内容、如来造経というお経を学んだんです。1年間坂井先生にマンツーマンで教えていただきました。もう本当にいい勉強になりましたね。この如来像というのは何かというと、私たちが仏の因子を持っている、いや私たち自身が本当は仏なんだっていうね、こうそこへ行くためのものすごく大事なお経なんですよ。弘法大師のお師匠さんのお師匠さんである福空三蔵もこの如来像経をわざわざ翻訳し直しているぐらい、すごく意味のあるお経だったんですね。で80になられた坂井先生も最後の授業、最終講義っていうのはまた別にあるんですけど、最後の授業でこんなことを私に言われたんですよ。北川さん、この如来造経から大日経や金剛長経へつながっていくこの思想の流れを解読したいんです、そうした授業を起こしたい、手伝ってくれますか、夏までにある程度の準備をするからそこから頼むねと言われたんです。私がもうすぐにはいって頭を下げた。ところがこの夏になる前に、まあ今でも覚えておりますけれども、放火がありましてね、ある人物が本当に放火をして高野山大騒ぎになった。そして坂井先生の返上コインというお寺さんも一部燃えてしまいまして、先生その心労で亡くなってしまったんですよ。そのごちゃごちゃの中で私が提出していたノートも消えてしまいました。本当は私は受け継いで、まあ、大学院でもその如来像をやるべきだったのかなと今は思いますけれども、私は坂井先生のその一部だけやったんです。一部だけ授業やったんですけど、あまり丁寧にやることがなく裏切っちゃったかなっていうような気持ちの中であった。ただ坂井先生亡くなられた、でも80になって授業をされてたという思いだけは私の心の中に残っていて、そしてそれがもうずっと来てる。そして如来像の教えは私ずっと大事にしていたから、今松永先生主催されている勉強会でもとてもこれ役に立ってます。それから今度は私の師匠の松永祐慶先生は、実は80の半ばにして弘法大師の著作を全部現代語訳の分かりやすい言葉にするって翻訳をずっとされ始めて、92歳の今年弁賢滅二教論と呼ばれている本を出されました。やられたんです。その授業をやり通されたんです。80半ばにして決意をされ、そして90代の頭でやり遂げられたんですね。坂井先生の初めの教え子が松永先生で、私は松永先生の弟子です。これはお坊さんとしても学問としてもその弟子であり、坂井先生の学問の最後の弟子でもあり、私に何ができるんだろうっていう、今年になってからこの行基様話から坂井先生、松永先生、本当に松永先生から本が送られてきたことによって、うんって考えたんですよ。
私は僧侶です。なんか最近ね、僧侶以外の活動、まあ、たまたま僧侶の知識があったのでどんどんやってたんですけど、そういう活動がどちらかというとメインっぽくなってたところがあるんですが、そのことを反省させられるような、そしてちょっと大きな出来事、トラブルの中に、まあこれが蒸し返されてしまって、私も今トラブルの中に入っちゃったんですね。ところが一方でまた別の流れがありまして、それはね、もう本当にスムーズに物事が今進んでいるんですよ。何なんだろうこれって思いながら、私がやるべき道は一体何なのかということを改めて考えさせられました。仏様はなんか私に物事を新たな道するときはですね、もう今まで私がじーっと我慢してることを爆発させるような出来事を起こしてくださるんですよ。これ私の業なのかもしれませんが、でも繰り返してしまう業かもしれませんが、でもこれが私にとって大きなエネルギーになっているのも事実 で、それで今改めて私は決意し直しました。具体的なお話は節分の時に、私はこれをやりますよということをお伝えしたいと思っております。ただ酒井先生も松永先生も特殊な人なのか、確かに尊敬すべき特殊な人で、ものすごく大事な方々ですけども、私たち自身もですね、何歳とか関係なくこれから物事を進めていく必要があるんじゃないかな。それは酒井先生や松永先生のようなものすごく大きな人類に影響を与えるような大きな出来事、そういうことじゃなくてもいいと思うんですよ。例えば家庭の中で孫やひ孫たちに今まで語ってないことをちゃんと語っておこう、これも大事なお役目じゃないでしょうかね。私は100年後に完成する出来事、生きてるわけないです。もちろん生きてるわけないです。私の生徒たちさえも生きていない。でもその生徒たちの次の子供たちの世代が生きているかもしれない。その子たちがあんなおっさんおったんだよみたいな、そんなことが言ってもらえるような出来事を今やろうと決意しました。中途半端にね、自分が生きている時に完成させようとすると何か歪みが出てしまいます。でも私が生きている時に完成できないかもしれないけれども、確実に誰かが何かやってくださること、後について一緒にやってくださること、知識有の方々が集まってやってくださること、これをやりたいなって今は思っています。今年はそういう決意をさせていただきました。2月の3日節分が終わりましたら、この内容を大きく私は発表をしていこうかなと思っております。そして皆さんも自分にできること、年齢関係ないです、何かやるぞと決めていただくこと、これが今年とても大事なことじゃないかな。と言いますのも、だいたいこうした出来事、今のようなコロナのようなね、こういう問題っていうのは 3,4 年です。その3、4年が経つと何が起きるかっていうと、新しい時代が始まってくるんですよ。明治維新しかり、第二次世界大戦しかり、そして私はこのコロナの問題もしかりだと思うんですね。新たな時代へと私たちは突き進もうとしている。だったら社会がどうだうんじゃなくて、政府にガンガンと文句言うんじゃなくて、自分自身が何をやりたいのか、自分自身がどうしていったらいいのかということをしっかりと見つめて進むべきなんじゃないかなと、そう思っております。初工房、新たな時代に向けて今自分が何をできるのか、行基菩薩酒井真天先生、松永祐介先生から学んだ私の思い、それを皆さんに今日はお伝えしました。流れがなかなかいいですからね、この流れを皆さんと共に共有し、一緒にこの高家寺で知識有の人たちが集まり、法の縁に集まった人たちと共に歩んでいければなと思っております。今日はありがとうございました。